藤尾真嗣です。よろしくお願いします。岡田です。よろしくお願いします。さあ、はい、ちょっとまた僕いつもため息から始めてまあ今苦しい時期ですね。はい、はい、そうですね、はい、J325 節と26節、はい、それぞれ琉球戦 FC 大阪戦で2試合で勝ち点1、うん、はい、ちょっと辻尾さんにいろいろ聞きます。はい、藤尾ラジオは藤田ファミリークリニックの提供でお送りします。はい、琉球戦が1対2の負け、はい、で FC 大阪戦アウェイが1対1の引き分けという結果でしたけども、はい、うん、まあ個別のもう振り返ってもまあいいんですけど、うん、まあ、全体としてこの中断明けからの大宮戦から数えて3試合、はい、まあ、どういうところ、まあ、どういう風になっちゃってるのかとか、うん、まあ、どういうところに課題があって、まあ、あるいはその希望があってっていうところをちょっと今日はその辺まとめてお話がねできればいいかなと思ってるんですけど、はい、うん、まず直近2試合なんですけど、はい、なんかまあ特に琉球戦とかは内容悪くなかったですし、うん、はいはい、FC 大阪戦の後半もそんな悪くないというか、むしろ完全に金沢のゲームだったんですけど、はい、うん、なんかでも結果はついてきてない、うん、うん、なんかどういうふうに見てますか。そうですね、まあ、まずは、その前の大宮戦琉球戦2連敗しましたけど、うん、まあ、内容的にそこまで悪くない、まあ、っていうところでしたけど、まあ、決めるとこ決めれずに負けるっていう状況だったんですけど、はい、まあ、そんな中で内容悪くないから大丈夫だろうっていう感じで入ったのが、まあ、FC 大阪戦かなっていう、なんか前半はやっぱりふわっと入ったような印象ありましたし、うんうん、まあ、そこは ね、あの台風の影響とか、まあ、コンディション面っていうところももしかしたらあったかもしれないですけど、はい、そんな風に見えましたかね、うん。うん、FC 大阪戦の前半とかちょっとやばかったですよ。はい、もうあのシーズン当初 の、 あのやられてる金沢を見てるようでしたよね。そうですね、まあ、はい、まあ、シンプルに競り合いで負けてるシーンもたくさんありましたし、はいはいはい、まあ、相手の圧でこうビルドアップできずに一球長いボールを蹴って、うん、前線を孤立して収めれないっていうシーンが多々あったので、はい、どうしたっていう感じでしたけどね。そうですね、まあ、はい、なんかよく1点で済んだらっていう前半でしたもんね、うん、そうですね、まあ、前半もう1本あのポストに当たったシーンが決められてれば、はいはいはい、もうちょっと厳しかったかなっていう感じはありましたよね。そうですね、はい、ですんで、はい、このまんまだとっていうところで、はい、後半は逆に、はい、あのいいゲームではあったんですけど、やっぱり、うん、まあ、基本的にさっきおっしゃってたような競り合いで負けてたりとか、はい、なんか失点シーンも琉球戦もそうですけど、はい、やっぱりこちらの左サイド、うん、そのサイドバックウィングバック裏、はい、だったりセンターバックの横というのかな、はい、その攻めた時に攻めが完全に成立しない状態でカットされたり相手ボールになった時に広大なスペースが空いていて、まあ、そこをしっかり狙われてるっていうところが、まあ、ポイントというか、はい、まあ、失点の、まあ、うちの本当にもう典型的なパターンですけど、はいはい、でそこっていうのはちょっとそのサイドバック出身の辻尾さんから、はい、話してこのウィングバック裏3バックセンターバック脇、はい、でもう対処って具体的にそのそうですね、まあ、あの左ウィングバックの石原選手は、まあ、どちらかというとやっぱ攻撃にストロングがある選手なので、はい、うんうん、まあ、そこにこう守備を求めるのはなかなか難しいんですけど、やっぱり、まあ、シンプルに自分の背後はつかせないっていうところも、まあ、まず一つというところと、うん、まあ、疲れた時の、まあ、ストッパーというか3バックの選手が、どういうプレッシャーをかけるのかとか、うんうんうん、もしくは3バックの、左の3、センターバックですかねが、うん、
引き出された時に背後疲れたと、はい、セリバックの脇を疲れた時にじゃあ今真ん中波藤選手やってますけど、はい、まあ、そこをスライドしてくるのか、まあ、優勝か大阪戦なんかはそうでしたけど、はい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 、スライドしてそこに潰しに行くのか、うん、あとはまた自分たちのスペースに帰ってあの大事なところを消しに行くのかっていう判断のところはもう少し整理しなきゃいけないかなっていうところですかね。そうですよね。まあ、もう少しだから石原選手を攻撃重き置かせるんだったらやっぱりその背後突かれるありきの守備をしているというか、はい、もう少し意識がそっちにあってもいいのかなっていうような感じはしますかね。はい、だセンターバック、まあ、それぞれその左サイドのセンターバックと、うん、その真ん中がどうスライドするのかっていう、まあ、決め事というか、そうですね、意識のところと、はい、あとはまあずれたらもちろん枚数が減るわけだから、はい、そうすると右のセンターバックがずれてきて、はい、でボランチが下がってとか、はい、おっしゃる通りですね、そういうところですよね、はい、要するに、はい、まあ、右のウィングバックも含めて、はい、全体がどうスライドしてくるのかっていうところは、はい、もう少し整理しないと、まあ、あそこはやっぱり狙われてるので疲れるなっていう、そうですよね、はい、ところですかね。うん、だからその、まあ、もちろん迷ったっていうことじゃないのかもしれないですけど、うん、はい、やっぱり それぞれスライドが若干遅いと、うん、はい、まあ、いいクロス上げられたら、うん、まあ、フリーになる選手が出てきちゃうよねっていう。そうですね、そうですよね、はい、まあ、あとはやっぱりクロス対応はもうシーズン当初から課題でしたけど、うん、まあ、スペースを、まあ、基本的にゾーンディフェンスなのでスペースを守ってるんですけど、はい、結局はなんていうんですかね、スペースも守れてないっていうような状況なので、結果的には、はい、なので、まあ、最後のところやっぱり決めるのは人なので、うんうん、そこをどうこう折り合いをつけると言いますか、はいはい、まあ、そこは本当に中でやってる選手たちの感覚が一番正しいのもので、うん、はい、ゾーンディフェンスだけでやっぱりあの入ってきた選手にしっかりいくっていうところは、はいはい、修正しなきゃやっぱりやられますよね。そうですよね、はい、そうですよね、うん、まあ、FC 大阪 の点取られたシーンなんかは、はい、明らかにスペースを見に行こうとしてそうですね、点だった失点だったので、はい、あれもし人についてたら、うん、まあ、結果論ですけど、はい、違うね、違う結果になってたかもしれないし、はい、だからそこのやっぱ方針というか、はい、最後どうすんだっていうところですよね、うん、はい、こう守備の規律に沿ってやってたはずなんですけど、うん、はい、まあ、結果的にそのゾーンを見ようとして 見れずに失点してるっていう結果から見ちゃうと、うん、はい、まあ、SNS とか見ててもなんかあんま気持ちが見れないみたいな、はいいうのは、あ、私はやっぱり印象としてはそう見えちゃうから、そうですね、うん、その特にその以前のサッカーはね、はい、マンツーマンで気合で人につくから、うん、はい、まあ、走れてる走れてないが、うん、はっきり見えやすいサッカーではあったんで、はい、まあ、だからこそ本当にちゃんと人につけてない、うん、いい失点とかは、はい、気持ち見えてんのかみたいなね、はい、大事な試合なのに本当にそう思ってんのかみたいな、はい、思いやすい。そうですね、まあ、すごくこう抽象的と言いますか難しいんですけど、まあ、やっぱり気持ちをプレーで表現するのって、うん、気持ちがあってもすごく難しいところであるんですけど、うん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 、まあ、でもやっぱりこの試合は昇格、今年昇格するっていうところに向けてはやっぱり非常に大事だったので、はい、もう少しなんか全体がこうピリッとした雰囲気といいますか、はい、まあ、もちろん、ね、中では旗尾選手とかリーダーシップ持ってやってる選手いると思いますけど、もう少しこうなんていうんですかね、仲間にこう要求するとか、うんうんうん、なんかこう厳しさっていうのがやっぱもっとピッチの中に必要なのかなっていうところは感じましたかね、うん、はい、なんか攻撃でうまくいってる時っていうのは、うん、はい、その十分に迫力もありますし、はい、うん、でしかもそのしっかり梶浦選手とか和樹選手とか、はい、気持ちを出してくれる、はい、しかもそれをちゃんと言葉にしてくれる選手たちなので、うん、なんか攻撃がハマるときはすごくいいなと思うんですけど、はい、課題が出やすいのは守備なんで、うん、はい、しかもやれ方が似てるから、はい、やっぱどうしてもねみんな気になっちゃう。そうですね、まあ、劣勢になったときこそですよねやっぱりね、はいはい、まあ、やっぱ畑尾選手一人だけじゃダメだと思うんで、全員がこうなんていうんですかね、もう絶対失点しないとか、うん、この試合は絶対3ポイント取るんだっていうところは全員が意識より持たなきゃいけないっていうところですかね、はい、そうですね、はい、という感じで
あのもうお酒入ってたらいくらでも話せちゃうような、いろいろ出ますよね。畜生とかって言いながら話せるんですけど、はい、でも、まあ、一方でちょっとポジティブな話もできればなと思うんですけど、はい、特にやっぱり FC 大阪戦の後半のアンドリュー選手入ってから、はい、すごくゲームが変わった。そうですね、まあ、彼もあのコンディション多分上がってきたと思いますし、うんうんうん、もう攻守両面において彼の経験、技術、戦術眼っていうのが、はい、いかんなく発揮された、ね、はい、後半でしたかね。もう本当気がビルドアップの時も気が利いてるし、うん、はい、なんかピンチの時はちゃんとそのね、はい、正しいポジションにいますし、うん、はい、ね、ワンタッチの縦パスのセンスとか、はい、やばいなって思いながらね。いやー、うまかったですね。はい、まあ、両足使えますし、まあ、彼のやっぱ技術があることによってみんなも自信持って彼に預けれるっていうところもあるので、うん、はい、まあ、やっぱりいい選手だなっていう、うん、はい、感じましたね。そうですね、はい、違うゲーム、まあ、それぞれのね、うん、その別にあの大山選手の前半が良くなかったっていうことではなく、はい、それぞれのストロングがあって、うん、まあ、ゲームの展開によって、うん、あの出方が違うっていうことだとは思うんですけど、はい、まあ、それでもやっぱアンドリュー選手良かった、はい、これは期待だな。そうですね、はいはい、あとは、まあ、ちょっと今年の通言サポーターにはややトラウマ感がありますけど、はい、あの最後4バック4枚で結構攻撃人数かけるっていうのをまあ改めてトライしてましたね、うん、そうですね、まあ、今後もまああの平選手も加入したこともありますし、今節は井上選手はね、あの、はい、レッドカードで出場停止でしたけど、はい、まあ、今後もまあ劣勢もしくはまああの勝ってる時でも4バックっていうのはまあトライしていく可能性もありますし、うんうん、はい、まあ、前線に2トップにしてとかっていうところも ね、あの大いに考えられることなので。そうですね、はい、確かに田口選手とかも、まあ、もしね、あの他の選手と距離感 近かったら、うん、あ、そうですね、かなりコンビネーションもできるでしょうし、はい、ま、得点の匂いがする選手なので、はい、まあ、田口選手はどっちかというと単体でっていうよりも、はい、まあ、他の選手と関わりながら、うん、はい、最後のところはまあヘディングも強いと思いますし、はい、フィニッシュワークに関わっていくっていうところだと思うので、うん、やっぱりよりこう近くに味方がいる方が、はいはい、彼は生きるのかなっていう。そうですね、ね、琉球戦の方が良かったですし、そうですね、吉岡大阪戦よりも、はい、あ、ですので、まあ、ちょっと変化の目も見えてはきているので、うん、はいはい、ちょっと次ね、はい、まあ、ダービーも待ってますし、はい、その前に2戦ありますので、はい、ちょっとこのいい方をねちゃんとこう育てて、はい、なんとか連勝、連勝しかないですね、これはもう、はい、そう、はい、本当そうですね、はい、だって、まあ、ちょっと最後富山 あのダービーの話に行くと、はい、その前に、まあ、YS 横浜、うん、これがアウェイ で、はい、で次がサヌキ戦、これはホーム、うん、でホームホームでダービー、はい、でちょっとでもここでもし勝ち点取れない状態でダービーってさ、はい、ダービーどころの雰囲気じゃん。いやもう本当に本当にそうなんですよ。そうですよね、はいはい、やっぱ自動昇格はまだ狙えるあの試合数残ってるので、はいはい、まあ、10勝ぐらいしなきゃいけないというところで言えばもうここは3連勝しかないと思うので、うん、まあ、そのためのまずは YSCC ですかね、はい、うん、まあ、YSCC も上手い選手、ね、ボランチの誰だったかな、あの浦和かのどっかにいた、あ、中里選手か、あ、中里選手、あと小島修太選手もいますし、あ、そうだ、浦和じゃないですか、はい、すみません、私裏だと反応しちゃうんですそうですよ、ね、そうだ、はい、なるほど、はい、で、まあ、経験のある選手が、いてビルドアップとか結構うまかったんで、なるほど、はい、そうですね、まあ、前回はね、はい、勝ってますけど、はい、うん、分かんないですからね、うん、中断後はね、そうですね、はい、はい、そっか、というわけでちょっと、まあ、はい、うん、下位相手とはいえ、うん、負けられない試合が絶対勝たなきゃいけない。いやー、はい、ちょっと厳しくなっちゃいましたね。はい。まあまあ、でも、試合数はまだまだあるので。はい。ホーム、特にホームは。はい。はい、もうみんなでちょっと応援できればなと思います。はい。というわけで、はい、ちょっと
何とも言えない回なんですけど富山ダービーが結構 CM をやってますもんね、うん、そうですね、我々も非常にこう盛り上げようということで、うん、まあ、ポスターも作りましたし、はいはい、CM も売ってますし、もう、はい、この試合でほぼ満員にしたいと思っているので、うん、まあ、そのためにもやっぱり2連勝してそうですねっていうところは、はい、ゴースターってキャパシティが、まあ、1万交渉1万人になってて、はい、実際は鑑賞したりとかもろもろ入れると、うん、今だと9500ぐらいですかぐらいで、まあまあほぼフルですかね、はい、今までのマックスが確か8000人台後半だったので、うん、はい、じゃあ初の9000人台、はい、目指して目指します、はいはい、ちょっと営業も気合が入ってるだと思いますけど、はい、本当ね、はい、これなんとかしてちょっと連勝でダービー迎えて満員のお客さんの前で勝つ、はい、これやらないと昇格は望めないので、はい、そうですね、はい、ちょっとね我々もちょっとここ中断明けから結果があんま出てなくて、はい、ちょっとぐったりモードではあるんですけど、はいはい、ここでもう一回気合い入れ直して、そうですね、はい、ちょっとしっかり、YS さぬきと応援して、はい、ダービーに向かいたいと思います、はい、という感じで無理やり自分を鼓舞する回、はいはい、ということで、はい、今日はこの辺りで失礼いたします。